ターク県はタイ、北部の県の一つである。名本草音県、チエンマイ県、ラムプーン県、ラムパーン県、スコータイ県、カムペーンペット県、ナコーンサワン県、ウタイターニー県、カーンチャナブリー県と接する。ターク県西部には非常に長いミャンマーとの国境線がある。アジアで2番目の大きさを誇るプーミポンダムがある。ダムが作る人工湖は 大災大の300平方キロメートルを誇る。県は中央よりやや南が東西から締め付けられる形でくびれており、特にくびれたところから南部は入植が比較的少なかったために鉄数の自然が残っている。この地域の一部はユネスコの世界遺産に登録されたフワイカー県野生生物保護区の保護地区でもある。県内は全体に山岳地帯が多く森も 多いことから工作に適した地域が非常に少ない。一方、県内には6つの国立公園を抱え、蒸気世界遺産の干渉地帯を形成している。また県は、亜鉛、石灰石、長石、大理石、石炭などの工業用の鉱石を多く産出する。このため県内には50近くの採掘場が設置されており、これらは年間40億バーツもの利潤を、 県内にもたらしている。山間部の盆地に位置するため、寒気の昼間は非常に高温となり、4月は摂氏40度近くまで気温が上昇することが多い。雨季はおおよそ5から10月となる。もともとターク県の周辺は門族の居住地だったが、11世紀頃からのタイ族の進出に伴い、ターク県の地域でもタイ人の入植が行われた。 ターク県に移住したタイ族のグループは、北部名本総音県のサルウィン川上流に住んでいたタイ族のグループで、その後サルウィン川を南下した後に、グループの一部が分裂し、この分裂したグループのうちサルウィン川を乗り越えて、現在の瞑想都軍に定住したものが、現在のターク県民と考えられている。この瞑想都に移住したグループは後に、現在のタークにも移住した。 ターク圏の歴史の歴史は、現在のラムパーンに存在した、ハリップンチャイ王国の創設者、チャマデビ女王が633年に、現在のターク圏に足を伸ばしたが、その時、当時あったムアンを放棄して新たに、ムアンタークという都市を建設せよという命令を出した、ことに始まったと言われる。スコー太陽朝時代に作られたとされる、ラームカムヘーン大王碑文には、王子時代のラームカムヘーンが、 ショートの国主君サームチョンと騎馬戦を行って負けたという記述があり、スコータイ時代にタークが一流の王国として機能していたことを示す証拠がある。スコータイ王朝後期にはムアンタークは現在の県庁所在地であるタークに移動されている。アユタヤ王朝時代にはビルマタウング王朝の侵攻が激しくなり、タークは防衛都市としての性格を備えるようになった。 1569年に前期アユタヤ王朝がビルマによって壊滅した後には当時ビルマの傀儡王であったタンマラーチャーの息子ナレースワンによって1574年にアユタヤの独立宣言が出された遺族の居住地の中でもいち早く解放された。あとの170年後にアユタヤの王位についたナーラーイもムアンタークの視察に来て軍備を強化している。 アユタヤ王朝の滅亡前には当時アユタヤの管理であったタークシンの赴任先でもあった。プライアータークは本名であるシンを補って、プライアータークシンとなったが、これは後にプライアータークが、アユタヤ滅亡の後、ビルマを駆逐し、トンブリー王朝を建国した後にも使用され、最終的にタークシン王と呼ばれた。ナレースワンのアユタヤ独立宣言がなされた場所であり、 ビルマの占領を退りけたタークシンの不認知だったということから、ターク県はしばし、大旧国の英雄に、ゆかりのある地域と言われ、県民の誇りの一つともなっている。県省ターク県は9の郡に分かれ、その下に63の町、493の村がある。ありがとうございます。